剣聖の神様、尾崎行雄はそう呼ばれた。父の薫陶を受け、若くして政治家を目指した尾崎は、福沢諭吉が創立した慶応義塾に学び、明治政府の管理となる。やがて自由民権運動が沸き起こり、尾崎はわずか2ヶ月で管理を辞し、新聞記者となり、大隈重信の立憲改進党創立に参加する。長州と薩摩の人間だけが優遇される明治政府、道理が引っ込む時世を描く。政治に疑問を持った尾崎は、欧米をお手本とする国会を設立。志を同じくする政治家が政治を動かす議会政治を目指した。尾崎行雄が議会政治の父と呼ばれたゆえんである。フォンダター du Parlement、ビシオン。